キモッキーの話しねえ。こいつ隠れてなかったか。ハイド狩りされたわ。ハイド狩り狩りでもあゆちゃんがハイド狩り狩りか。俺のランク以下でちょっと沼っちゃってんなとかって人はやってほしい。ほらクソヤバか。まずいなこれ。ナイス、さっさと上げよう。レイクみたいな使い方してる。こういう銃じゃないでしょ。うまい。しまった。消し止め。これが俺の力だ。甘い。気持ちいい。アルティメットだいぶうまく使えるようになったな俺。この俺がウルトラショットみたいな。ダメだよ、勝てるわけないじゃん。オーバー落ちやったことある。エイムで勝つ。お前オーバー落ちやれ。え、負けた。何このクソマップ。まあでもこのランク帯で VC もなく揃えるって無理だと思うけどな。みんなそれぞれ言ってない。なんかもうそれって地球規模の問題なんだよな。理想論語って無駄なんだよな。正直世の中にたくさんある理想論みたいな、揃っていた方がいいのも理想論なんだよな。こんな VC もないゲームで、VC もラジオチャットもないゲームで難しいと思うな。うわバリア展開重すぎる。うん、揃ったら行った方がいいに決まってるけどさ、無理なんだよそれって。このランクでそんなこと多分やってないよみんな。敵の味方も不正。これ本当に不正な。ローラちょマジでおかしいだろこれ。やばい、ローラに対してあれがないかもしれん。対抗できんかもしれん。向こうのはレンジ長えし。やべえ、ローラいる。わしな、ありがとうございました。ちょっと塗られすぎていた右は。キモッキーの話しねえ。あのね、任天堂スイッチね、作りが甘いわ。若葉も使わねえ。ローラーがキモすぎるから若葉使いません。まあこれで味方はペナルティを負わずに、俺が一人ペナルティを負って敵もポイントがもらえる。一番幸せな大パンだね。あ、これマウスパッド俺大丈夫か。ガラスだからな俺マウスパッド。はーい、気をつけます。気をつけます。このゲーム切断食らってるやつみんな大パンしてるだろ。大パン一発でそんな浮く？そんなすぐ外れる？もうテープで巻いとった方がいいんじゃない。スイッチ、これスイッチ床に置くとジャイロの反応がちょっと悪くなりそうでな、気になるんだよな。テープの上に置いてないと。何これ何これ何これ、なんか正面飛ばしてきてるやついる。うめえ。シャープマーカーはマジでうまいやつしか使ってないイメージ。この人そんな強いとは思わんけど、俺本当にうまいやつが使ったらマジでうまい。グレジカーってしてそのまま殺すのができるから、あれ下手くそにはできねえ。あれマジでうまいわ。これマジでうまいわ。これやられたらもう絶対勝てないんだよな。でもこれやってみるとね、やってる人ほとんどいないし、やってみると難しい。やっぱりほとんどいない、これやってる人。
面白いやったら全員殺してやるよ。頼め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 、来い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 、うわ来い、誰も来ない。これみんななんで分かるの。やべ、ハイド決まんねえこのゲーム。ハイドしようとすると前線潰れて終わる。なんかあんま決まんねえな。決めたくてやってんだけど、たまにほぼ決まらんな。敵にはすげえ決められるの、マジムカつく。あれああ今こいつ隠れてなかったか。ハイド狩りされたわ。ハイド狩り狩りでもあいつだから、ハイド狩り狩りか、ハイド狩りん、じゃハイド狩りしてハイド狩り狩りされてハイド狩り狩り狩りだね。うーわうまい、マロこのゲームダメ。ハイドしょうもね、決まんない、マジで決まらん。やんねえほうがいいな、時間の無駄や。だったら塗ったほうがいい、この時間で。あこれで A プラってさ、まあ戦えてるしいいのか。上手くなってんのか俺、うまくなってんのか。言うてA でも最初 B でも戦えなかったけど、 A でめっちゃ戦えるようになって、ちょっとでもきつくなってきたな。 A は敵強いなって場面増えてきた、だいぶ。ジョイコンっすね。いやこれね、これ冗談抜きで、まあ俺のランク以下で沼ってる、これ煽りとか1ミリも抜きでね、俺のランク以下でちょっと沼っちゃってんなとかって人は、何これ画面つかねえ、強武器使うか、強武器使うかジョイコン、強武器使ってジョイコンでやってほしい。オニアもジョイコン使ってんの、センスいいな。結構でもああいうゲーこういうゲーム上手いんじゃないの、あの人。いや普通だからやりやすいんだよジョイコン、当ててんでしょ。エイムはめっちゃやりやすいんよ、エイムがめちゃくちゃやりやすい。明日は母が来るから、まあ年に1回しか来ないからね、母ちゃん来た時ぐらいは。姉貴と東京を旅行してから来るらしい。東京ってか、まあ、ちょっと飯食ってから来るらしい。で夕方来る。姉貴は帰る、仕事があるらしい。なんか姉貴に仕事任せようかな、なんか一つぐらい。なんか激務っぽいんだよな、そんな2日しか休めないって。俺んとこで、俺の会社で働いてもらおうか、セルシヌブカンパニーで。猫ちゃんの動画でも上げてもらえないかな。一生の思い出になるからさ、 YouTube が潰れない限り一生の思い出になるから、今のうちの猫と犬たちの動画を上げときたいんだよね。一生の思い出になるじゃん。でも関キアニマルちゃん、ちょっと証明してくるわ。関キアニマルチャンネル欲しいな、一生残るじゃん。めちゃくちゃいいじゃんそれって。今でも月に1回ぐらいは昔の、なんだろう、子供にしろ猫にしろの動画を妻と一緒に見てたりするもん。めちゃくちゃ昔のやつを残ってんすよスマホに、ずーっと昔のやつが。こういうもうココちゃんが初めて家に来た時の画像とか未だに残ってるよ。ほらクソ親バカ、もう出してないやつも大量にあるね、大量にあるね、ネットにアップしてないやつ。これはこれアップした、ちっちゃいココちゃん、クソよクソよ。これこれ手が、手と同じ大きさなの、ほらほら
もう手のひらの大きさなのよ、ゴーちゃんが。この時こういう、多分これ喋ってるからアップしてないの俺、そうだ、喋りながらアップしてるから、こういう写真が100枚ぐらい、もう100枚で済まないですね、もう無限にありますね、無限に。一時ココちゃんこのぬいぐるみとよく一緒にいた。このぬいぐるみほんとこんぐらいなんだけど、こういうのと一緒にいても、こういうのをね見るのよ、すごい、そうすると幸せになる。で動画に残ってたら素敵じゃない、うん、これが本当は初めてのアスパラ、癒し。俺の裸の写真もあるわ、なぜか。すげえ、日付とか出てるけど大丈夫か。箱根行った時のやつとか残ってる。これ4年前かな、もう4年以上前かな、これ俺の自分でこの中で裸で撮ってる写真があるわ、この湯船の中で。あ、痩せてる、ちょっと4年前、4年前の俺が出てきた。痩せてる顔が、まあ、写真だと分かんないと思うけど結構痩せてんな。最初のチビ死ぬほど可愛い、死ぬほど可愛い、小さい頃のチビマジで死ぬほど可愛いわ。でもアップしたなこれ確か、死ぬほど可愛いわ。ココちゃんが小さい時より小さいこの子、こんな可愛い猫いないって言ってたもんな、店員さんも。こんな可愛い子初めて見たかもしんないっすみたいな、やばいっすみたいな。でも懐かなかった、懐いてません、全然懐いてません。なんか最近グレてきて目つきも悪くなってきちゃった。チビキュルンって顔してた、すげえ最近目つき悪くなってきた、なんか野良猫の目になってきた。